お疲れ様ですって誰もいないのか。いますよ、あなたの推しが。ちょっと外の空気吸ってくるわ。逃げないでくださいよ。私といるここの空気も悪くないですよ。どれどれ。おう、意外にうまいな。N2。夜分仕事に味わっちゃう先輩ってマジ繊細な男。この隠し味の AR も悪くない。いや、待機中 1% にも満たないアルゴンも置き去りにしない気配りはモテる男の証明。でもさすがに2人は気まずいし。そうだ、ロケハンでも行こうよ。ロケハン？撮影のために先に場所を下見に行くこと。つまり、デート行こうっていうお誘いですか？誘う。いや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 、俺はマリーの誘導隊かって石炭さんにとってのピクリンさんかって私何も言ってないですけど。タングステン、タングステン。いや、笑い声 W が元素記号 W タングステンになってる先輩マジクレイジーすぎて、タングステン先生される。とにかく行こう。ここにいてもやることないし。ありますよ。え、実は先輩に忠告したいことがありまして。忠告？例えば次亜塩素酸ナトリウムに塩酸を混ぜるとどうなります？酸性物質である塩酸と反応して分解され、有毒な塩素ガスを発生させる。いわゆる混ぜるな危険というやつです。世の中には交わってはいけない人たちがいる。何が言いたい？先輩は玲子さんとの関係を切るべきです。え、いやー、実は聞いちゃったんですよね。あの人が裏で話してるの。何でも軽井沢に行ったけど一緒にいてもつまらなかったとか、本当は早く帰りたかったとか、あとシンプルに臭かったとか。臭いってどれくらい？メチルメルカプタンくらい。腐った玉ねぎの匂い。最悪だ、全然そんな風には見えなかったのに。ほんと最悪ですよね、裏表がある女って。でも大丈夫、私が先輩のことを守りますから。レイコちゃん、ほんとどう思います？あの女、本当に申し訳ない。え？旅行中レイコちゃんがずっと笑ってくれてたから俺すっごく楽しかったんだ。いろいろハプニングあったけど、でも二人で乗り越えてもっと仲良くなれたような気がしてさでもまさか気を使わせてたなんてな。レイコちゃんの気持ちに気づいてあげられなくて本当に申し訳ない。直接会ってお詫びがしたいな。三之助くん、会いたいな。ダメですよ、そうやって無理に会おうとするのは女の子にとってかえって迷惑になるんです。だからしばらく会うのを控えてください。いいですね。わかった、しばらく会わないようにするね。今日も